日本人全体的にやっぱ国民性がそういう人と違うことをすることがあんまり良くないとか自分の意見を押し付けるのは良くないとか人が10人いたうちの9人がイエスだったら自分がノーでもあまあイエスだよねっていう空気にしなきゃいけないなんかそういう社会が <laughs> 良くないのかなって思うからちょっと変わってるって思われるぐらいがいいのかなって。 とは思ってて変わってるっててる全然悪いいこととじゃないと思うしただ自分の意見を言ってるだけで人と違うからあの子はなんかすごい我が強いとか言われるかもしれないけど自分持ってないよりは何倍もいいと思うし自分がやりたいことがあってそれでも周りの評価が気になっちゃうなって思ってもやっぱその子たちの人生じゃなくて自分の人生だしもう自分でしかこう選択していけないから。 そこは割り,きもう割り切るのが一番いいと思いますね。日本の若い女の子たちにはまずはやっぱなんだろうな結構私も現に専門学校とかで授業させてもらうこととかあるんですけどやっぱり弱すごいなんだろう手を挙げて発言する子も少ないしみんなが黙ってるから黙ってるとかいう子も多いからもっとなんかいい意味で顔を出して。 で一人がやればちらほらそういう子も出てくるだろうしそれがナチュラルになるような環境をみんなで作っていってなんだろうなまあもちろん私は英語をしたいから英語じゃなくてもいいと思うしフランス語でもタイ語でも韓国語でも何でもいいから日本語以外の言語を身につけて世界中にまあ友達を作ったり仕事の幅を広げたりとかしてそういうのを勉強していくとまた 今まで興味がなかった何かに出会うこともあると思うんでもっと画を出して人目を気にせずってまあ口で言うのは簡単だし生きてるその自分の社会っていうか自分の世界で難しいことかもしれないけどちょっとずつでも変わっていくと人は変われるし変わったことみんな変化を嫌って「あの子変わった」って言うけど 変わったその子に慣れていくからみんなはだからどんどん進化していっていって究極を目指していったらいいんじゃないかなって思います。